植田市立博物館は、植田城跡公園内にある、植田市立の博物館である。明治維新によって、植田城が廃されると、木内の敷地や建造物は分割されて民間に売却された。1929年7月に、地元の有志によって残存していた、急に仕上に、旧藩時代の遺物をまとめて展示する、彫刻館が開設された。一方、 遊郭に売却され移築されていた上田城南矢倉と北矢倉は上田市が買い戻した。1949年にこれらを城内に再移築し、彫刻館を合わせて1953年3月に上田市立博物館に改称した。1959年に西矢倉南矢倉北矢倉が長野県だからに指定された。1965年に 上田城の二の丸に現在の本館である新館を開館した。これは東京大学教授の大田博太郎による設計である。大田は小さ型群の伝統的な養産建築をモデルにして博物館をデザインした。なお、西矢倉は新館開館後閉鎖され内部は非公開となった。また、南矢倉と北矢倉も内部は非公開となっていた。 しかし1994年に南矢倉と北矢倉の間を結ぶ東国矢倉門と袖塀が復元された際、いずれも博物館の施設の一部となり内部が公開されている。1962年、隣接地に山本奏江記念館が開館し、セット入館券も販売された。山本奏江記念館は2014年10月の上田市立美術館開館に伴い、 収蔵品を同美術館に移管し閉館したが、記念館の建物は博物館の別館として整備され、2016年1月4日に再開館した。これに合わせて2015年末、博物館についても再整備を行い、本館とした。2016年、NHK 大河ドラマ、さなだマ放送に合わせ、同年12月28日まで無給で開館し、 真田ダ市関連特別企画展を開催。また閉鎖されていた、上田城西櫓を1年間の期限で再公開した。2018年より、南櫓、北櫓、東国王櫓門、袖米を、上田城櫓資料館と称する。鎌倉時代以降のこの地方に関する歴史資料や、民族資料、自然資料を収蔵する。 上田城や上田藩ゆかりの資料はおよそ18,300点を収蔵した。さらに、上田城下の民族資料や、近現代の産業、文化資料を3,000点、さらに自然資料を1,500点収めた。特徴的なものでは、小さ型の旧上品村で作られてきた、染谷焼きの90点余りのコレクションがある。染谷焼きは、江戸時代中期に、 常コ焼メの技法が当地にもたらされたことに始まると推定され、原初的で素朴く、実用的な作風が特徴である。この地域は、平時は渇水しやすく、それでいて豪雨に見舞われることが多い土地であるため、水を蓄えておくための水亀の需要が高かった。博物館収蔵のコレクションは、江戸時代末期のものと推定される藍亀、水亀、水盤、小亀、壺、 やげんなどからなり、この地域の庶民の生活必需品の様相をよく伝えるものであり、66点は1964年に国の重要有形民族文化財に指定されている5月29日。織田信長の遺品として、上田藩主、藤井松平家に伝来する織田信長所用移動物は国の重要文化財6月5日。また、商法の品の国絵図は、 長野県の県画からに指定されている11月14日。このほか、真田市、仙国市、松平市の甲冑、城下町に関する歴史民族、郷土資料、養蚕、産種製造関連の産業資料などが特徴である。本館内に山際勝三郎記念室が併設され、癌研究に関する資料を展示している。このほか、開館当時は、この地方の先時時代から、 古墳時代の出土品やシナの国分寺関係の広古資料などを約3200点収蔵した。これら中世以前の資料は上田市立シナの国分寺資料館に移管されている。また、上田市出身で、後にアメリカに帰化してハリウッドのカメラマンとなった茂田金次の作品18点を所蔵していたが、これは上田市立美術館へ移管されている。 ありがとうございます。